時間寝てたけど、進捗どう？もう2週目突入した。フラカ、試練が終わってどこに行ったかと思えば自室で寝ていたのか、相変わらず自由なやつだな。残念ながら1週目の半分ちょっと。残り5戦だと。思う。へぇ、ちなみに勝率はどうなの？現時点で主様はシン、ノラ、ウーを倒して3勝を得ている、ドゥラは試練放棄したから知らん。すごい大波乱だね。まさかウルも負けるなんて、これはもしかするとってやつだね。何十周は覚悟してたんだけどな。それだけ主様の成長が早いということだ。そして今はルラが主様のアシストをしている。ルラがアシストに入るんだ。もう無茶な状況で戦う心配はなくなるだろうな。わかった。だからこんなにも遅いんだ。だってもう試練開始したのが現実世界で26日でしょ。でも今日って現実世界だと28日じゃなかったっけ？仕方ないだろう。昨日はルラが目の調整で何時間もかけてやっとウル戦だった。そして再度調整と睡眠を得て次の戦いに行ってやっている。相当な微調整をしているんだろうな。残り5戦、主様が必要な勝利数は最低3勝。つまり半数以上に勝たなければゲームオーバー。現実世界でメリア奪還には間に合わないだろうな。次の相手は順番通りならせるか。あいつは主様ぶとっていい刺激になる相手だ。ぜひ現状に満足せずに次の段階に進んでほしいものだ。ここにいると現実世界の時間がわからない。一体どれだけの時間が経ったんだろうな。毎度戦いが終わるたびに重傷で帰ってくるからな。ある意味睡眠は足りてると思うけども。残り扉は5つ。桃色。白色。紅色。水色。黒色。どれも一筋縄ではいかない。万全の準備をしておかないとな。さて、そろそろ再開したいところなんだが。あれ、もう私の腕枕で眠らないのですか？私の体は心地よかったですか？ルラが腕枕してくれて、俺を抱きしめるように寝てたから起きたら床が硬い場合すごく寝心地よかったんだよな。しかもどことは言わないけどかなり大きいし。試練入りますか？頑張ってくださいね。寝てる間に微調整を終えているので前回よりかは扱いやすくなっていますよ。本当か、感謝するよ。それじゃあ俺は試練に入ってるからルラはまだ寝てていいよ。ではすみませんがお言葉に甘えて。そのまま勢いよく倒れて階段の角に頭ぶつけたのにそっち用してる。器用だな。俺もあれくらいの器用術は身につけたいものだな。ルラとは随分打ち解けているのですね。私にはすごく冷たいのに。お前は意地悪いからだ。案内人でももっと優しくしてくれたら俺だってもっと優しくするさ。十分優しいでしょう。情報も毎度私が個人的に集めてるのですよ。それは評価していただきたい。さあやるか。この面倒くさい扉攻略を。この部屋には技術の究極系がいます。どんな技術も全て扱うことができる人です。どんな技術でも、それって限度はあるのか？いいえ、技術という分野で収まることなら限りなく全てです。簡単に言えば今まであなたが見てきた人たち全員の完全上位互換、そんなイメージの方がわかりやすいですかね。今あなたが一生懸命に見つけようとしている技術も相手にとってはできて当たり前。たとえ知らない技術でもすぐにでき、最高熟練度まで達してしまう。他人の心を売るには十分な天才ですよ。本当だな。それは戦闘以上にきついものがあるな。だけど考え方次第では好機だ。何せ今自分が考えている技術の完成形、つまり見本を見させてくれるわけだろう。きっといい結果を得てやるさ。今はルラの協力もあって調子がいい。勝つさ、そして前に進む。甘い考えですね。楽観しすぎですよ。何もわかっていない。技術習得を0から10として、10で習得とする。本来習得までの過程が存在します。それらを踏んでやっと10にたどり着く。1や2の状態でいきなり10になんてなりません。だけどテルは違う。彼女は0を10ではなく、一気に100まで上げてしまう。そして即座に次の技術を合わせ別の技術を生み出し、そして0から100まで上げる。それを同じ時間の間で次から次へと進めてしまう。見本、なるわけがない。過程を全て飛ばして習得する彼女を理解するのは私たちレベルでも至難の業。紛れもなく彼女もまた女帝ですよ。候補生であれね。いらっしゃい。戦う準備はできたかな？ああ、どうせ先行か後行か選べって言うんだろ。なら先行だ。さっさと始めるぞ。慌てない慌てない。そんな流れ作業のように私との試練を流されたら嫌だからさ。ちょっとゲームをしようよ。コイントス、表か裏を予想して先行か後行か決めようよ。もちろん選ぶのは君、私は投げるだけ。それでいいよ。ほら、投げるなら投げなよ。オッケー、それじゃあ投げるね。邪魔、しっかり当ててね。ナイスショット。ほら、当てて、後ろを見ずに。全然見えなかった。気づけば雷撃が俺の横を走ってた。もし相手が俺を狙っていたなら、この戦いはあの一撃で終わっていた。気が引き締まったみたいだね。油断禁物だ。
すら。それじゃあ後ろを向いて確認してみて。見たときのことがあってバカ正直に後ろなんて見れるかよ。おい待て、いない、少し目を離した瞬間に、どこだ、気配も全然感知できないぞ、どこに行ったんだ。おまて、しまった、相手の視線なら強引の状況をわかっている。つまり俺が答えを出した瞬間に自身の動きが相手よりも先にわかる、それが狙い。遅かった、それにもういない、次はどこにいる。A 戦艦や K 戦艦は強力だけど弱点もある。特に赤系統はね。赤系統は対象物が少ない分有利な情報を得やすい。だけど視野が狭い。青系統はバランス。緑系統は対象物が多く、有利な情報の選別という苦労はあるけど、視野が広い。つまり赤系統強くよのある日様は視界に入らなければ目の恩恵を受けにくい。私の A 戦艦空は赤強めだけど、青、緑が程よく入っている。効果は対象物の視界領域と効果範囲領域の視覚化。もう主様のテリトリーに入ってあげないよ。シットアウトアウェイ、要所要所で的確に追い込む。要点、相変わらず安定だけは働くね。オーラテラバーストや朽ち木オペラだとカウンターされかねないから、オーラの衝撃による余韻の波で私を待機する作戦か。でもダメ、今後半への余韻を観察してるだろうから、私は主様の後ろに隠れちゃう。マジか、全然いない、出て行ったんじゃないだろうな。さてと、麻酔毒入りのナイフで神経やっときますか。こっちだよ。うわー、目つぶし成功。今のところ君が活躍する要因はその目だ。ならその目をつぶしておけば視界を使わない動きだけになるね。視界を奪われた時の動きがどの程度なのか、オーラ技術がどの程度で成長も見越してどの程度扱えるのか、全部知ってるからね。それに加え神経毒、例えば単語で回復能力を得たとしても神経毒で目が絶対開けれないようにしたトッピング付き。さあ見せてね、主様の努力の成果を。失態だ、さっさと適応しろ。オーラ感知で状況を即座に判断するんだ。感知、そこだ。慌てない慌てない、今君自滅しかしてないよ。長所ばかり伸ばして、分かりやすい短所の対策をしてたけど、本当に大事なのは弱点に対する克服と対策。それがなくして技は本来の強みを出すことはないよ。ただ使えるのは無用。一流は寝技を全て理解し見極め使うのが一流。まだ主様の使っている技術は無用。ただ強いから使ってるだけの代物。ここでも一度目なら通用するだろう。でも二度目はない。主様が2周目に入れば勝率は大幅に下がる。主様の情報は後方になるほど得て対策されていく。ここでもう一段階成長しないと最悪。ここからは全敗で終わるよ。寒いですよね。ぜひ私が温めますのでゆっくり寝てくださいな。寝れねえよ。これはさすがに寝れねえよ。これ寝れるやついないだろ。母性強いけどそれでは収まりきらない現状が今俺に襲いかかってんだけど。私、こうやって甘やかせるのが夢だったんですよ。たくさん甘えさせて私がいないとダメになるくらい、ダメ人間になるくらい甘やかせて尽くしたかったんですよねー。なんてダメすぎる夢持ってんだ。あれだろ、ダメな旦那を支える女房が夢です。みたいな。私がいないとこの人はダメなんだ、みたいな母性心をくすぐる的な話を聞いたことあるぞ。まさか実在したのか、しかもかなり重度のやつが。いや待て、方向性は少し違うけどメリアも似たようなもんじゃね。そうだ、メリアだ、こいつはメリア、メリアを相手してると思って接すれば対策可能。なんだ、楽勝じゃないか、予売してこない分イージー、これで寝れる？残念なものだ。どうせならトップバッターではなく、最後に私なら良かったのにな。主様が順番を決めているから仕方ないわよ。そうなのだ。主様は記憶を奪われてもなお、一番最初に私を求めた。もはやこれは運命ではないか、死ぬよ。そうかもね、そうだったらいいわね。はぁ、5勝6敗で最後に私ってシチュエーションなら本気で私を殺しに来たんだろうな。残念だ、非常に残念だ。我が姉ながら成績が狂ってるわね。次回もぜひ見てくださいね。お待ちしております。